張本を投球地はどう見てますか。まあ、悪くないと思いますね、まあ、緩急もうまく使えてますし、はい、まあ、含めたらまた89ですからね、やっぱすごく少なくなった印象ありますけど、ね、そうですね、あれがねゼロになる日を楽しみにしてますけどね、1000本安打までのカウントダウン。これは抜けていきました。福浦今日2本目のヒット、1点をまた返しました。3対2です。結構低めのボールに見えましたが、ベテランの福浦はタイムリーヒット3対2。打線の方は今日はしっかりとくっついていきます。福浦の投球です。低め、まあ、投球自体は悪くないと思いますけどね、はい、まあ、しっかり叩けたことがやっぱこのヒットを見ましたよね、ちょうど先ほど追いつけるか。さあベテランサブローです。今季は打点はわずか2つ。サブロー打った、レフト上がった、レフト線へ、どうか、フェアです、フェア、やりましたベテランサブロー。さあ福浦も帰ってくるか、ボールはただ帰ってきているか、タッチできない、スタメンのサブローがやりました。逆転タイムリー4対3、今季4打点目、サブローが逆転。今年一番の歓声を浴びたんではないでしょうか、サブロー5対3です。でした、スライダーでしょうね、ちょっと甘めに入りましたね、まあ、そこを見逃すでね打ったところが、やはり今日はこの緊張した、緊迫した場面の中、この福浦さんのサブローがやっぱり最後はチームを救うことになるかもわかんないですね。そうですね、はい、2005年2010年のあの日本一を知るメンバー、